マラケシュは、モロッコ中央部の都市。ラバトの南西、約2 8 0トルのアトラス山脈山陸の、丘陵地帯、天シフト川の南岸に位置し、南の真珠と呼ばれてきた。マラケシュは、ベルベル語で、神の国を意味する。2012年、の人口はおよそ90万人で、カサブランカ・とラバト、フェズに次ぐモロッコ第4の都市である。 マラケシュを都市化したのは、村アビト町のユースフブンターシュフィンであった。1071年以来本格的な整備を行い、モスクの建設、考え炉の整備などを行った。またこのアリーブン・ユースフの時代にもモスクが建設され、1120年にクバール・バディンの霊廟が建設された。クバール・バディンは、元はアリーブン・ユースフモスクの一部を成していたと思われる。村アビト町時代には、 もっとたくさんの建造物が建てられたはずであるが、ほとんどがムワヒヒド町時代に取り壊された。1147年、ムワヒヒド町の君主、アブドアルムーミニーンが建てたクトゥビリアモスクのミナレットは77メートルに達し、マラケシュの旧市街の象徴的な建造物である。その他ムワヒヒド町の君主が宮殿に行く途中に設けられたアーチの周辺に、壁上の文様が、 同心炎上に施されたアグノーモンや27の橋脚に支えられた天使フト橋が架けられた。サード町時代にはアフメットイコールルイコールマンスール王のエルバディ宮殿が建てられたが、アラウィー町時代に早速ほとんどが取り壊され、パレード用の広い庭が残されて、毎年民族芸能の祭典を行うのに使われている。19世紀にアラウィー朝の王によって、 化粧漆喰とアラベスク模様で飾られたバイヤ宮殿とアグダル庭園が作られた。このような貴重な歴史的建造物の豊富なマラケシュの旧市街地は1985年に世界遺産に登録された。北緯32度、西経8度、標高450メートルに位置する。アトラス山脈のうち最も険しいダイアトラス山脈の北に位置する。 マラケシュの南 45km には北アフリカ最高峰の粒カル山がそびえる。町の東側にはイシル川が流れ、大西洋に注ぐ天シフト川につながる。郊外にはオアシスが点在する。気候はステップ気候に属する。観光業が主要な産業である。比較製品、絨毯も有名な産品である。マラケシュ駅はターミナル駅であり。 北に向かってカサブランカ、東へ折れて、ラバとフェズへ伸びる。町の北1 0トルの位置に、マラケシュメナラ空港がある。マラケシュをホームとする、サッカークラブがある。マラケシュは、東西2トル南北3トルの城壁に囲まれた、旧市街と旧市街の西に広がる、新市街からなる。新市街の西端に、マラケシュ駅が位置する。旧市街は、 北アフリカでも最大の規模であり、王宮のほか、バイア宮殿、エルバディ宮殿、サード町の墳墓群、ベルアベ領、アグダル庭園などを含む。マラケシュはユネスコの世界遺産に登録されるとともに、ジャマエル船広場の文化空間について、無形文化遺産保護条約の発行以前の2001年に、傑作の宣言がなされ、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載され、 ユネスコの無形文化遺産に登録されることが事実上確定していたが2009年9月の初の登録で正式に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。